いや、大国2カ国とその他2カ国、合わせて4カ国で束にならないと、常日頃から小日本と小バカにしている日本と戦えないのか。そんな恥ずかしい戦い、ロシアは鼻で笑っているかもよ。サーチナの記事から。中国のポータルサイトバイドゥに8日、日本を制圧するにはこの4つの方面から着手せよとする記事が掲載された。記事はまず、周辺国と呼応して共同で日本の首根っこを押さえることを挙げた。日本はインド同様に周辺国との関係が決して良くなく、中国はロシア、韓国、北朝鮮といった国との関係を保ちながら、一緒に日本に圧力をかけるべきだとした。次に、経済的な制裁を武器の選択肢として残しておくことを挙げている。中国が日本にとって最大の貿易相手国であり、最大の輸出相手国であることが、日中間の対立が深まった時には使える武器になるとした。しかし一方で、経済制裁は諸刃の剣であり、日本のみならず中国自身をも傷つけるリスクがあるために、あくまでも日本が先に経済的な攻撃を仕掛けた時の痛烈な反撃手段として取っておくべきだと伝えている。3つ目に挙げたのは、韓国の経験に学ぶことだ。記事は、かつては北朝鮮がソウルを火の海にするというのは口先だけなどと騒ぎ立てていた韓国について、北朝鮮が本当に大量の火器をソウルに向けて配備していることを知った途端に、韓国国内が静かになったと紹介。相手にリアルな脅威をちらつかせることによって、相手を黙らせるという手法を中国も参考にすべきだとの考えを示した。そして最後は、中国がさらに強くなることこそ究極的な制圧手段だとし、国力をさらに強め、国際社会における自信を一層強めてしまえば、日本から聞こえてくる反中的な声も取るに足らなくなるとした。以上が記事の内容。ここからは試験になる。まず、中国は何のつもりでこのような記事を発信するのだろうか。これまでも様々な海戦シミュレーションの記事があったが、いずれも中国側の一方的な攻撃ばかりで、相手側の反撃を全く考慮しないものばかりであった。今回もロシア、韓国、北朝鮮が中国側にあることを前提としているが、それらの国が裏切る可能性を全く考慮していないようだ。上からものが言える韓国はともかく、お坊ちゃんの北朝鮮や計算高くて裏切り常習犯のロシアが中国の思い通りに動くとは考えにくい。しかも世界中にこの三国しか味方がいないことを自ら認めていることになる。唯一日本に対する経済制裁のみ、自身も傷つく諸刃の剣と言っているが、両国ともに経済力が落ちた場合、中国の人口は日本の10倍以上あるが、GDP の差は3倍以下である。単純に考えれば、落ちてしまった経済力を取り戻すために、中国は日本の3倍以上の労力が必要になるということだ。その試練に果たして、今の中国人民は耐えられるのだろうか。おそらく内乱が勃発して CCP は内側から崩壊するのではないだろうか。言論統制の厳しい中国でこのような記事が出るということは、習近平がこのように考えているという詐称であろう。ただし日本は中国のこのような考えを軽く見るのではなく、この記事で言う中国がさらに強くなることこそ究極的な制圧手段である、
というように、いずれ起こるかもしれない中国の侵攻に備え、同等以上の軍備を用意しておく必要があることは言うまでもない。そのために最も有効で最大の抑止力となるのが、日本も核保有国になることである。ご存知かと思うが、総合核小破壊とは、核兵器を保有して対立する2カ国のどちらか一方が相手に対し先制的に核兵器を使用した場合、もう一方の国家は破壊を免れた核戦力によって確実に報復することを保障するというもので、これはすなわち核を持たない国は核保有国から外交上一方的に恫喝されても反論できないということを意味する。外交とは弾を撃たない戦争のようなもので、軍事力の裏付けがあってこそ発言力が大きくなるのである。今後日本が世界で通用する発言力を持つためには、きれい事ではなく核を保有する他の先進国と同じ土俵に上がらなければ対等の外交は不可能であるということを肝に銘じておかなければならない。当チャンネルでは誠に微力ながら、日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、なるほど、完璧な作戦っすね、どうぞどうぞやってみろよ、あ、4カ国揃わないとできないんだね、単独じゃ怖いんだね、この3カ国はもともと敵だしな、日本は朝鮮とは違い中国に戦争で勝ってますんで、悪の枢軸宣言、再度敵認識でしかないわ。これは実質的に中国政府からのメッセージだけど、日本も韓国並みに舐められてるんだなぁと実感するね。日本の周囲にまともな国がないけん、台湾ぐらいじゃねえかな。敵と味方がしっかり認識できて願ったりだよな。日本はアメリカや台湾と組むだけだ。わかりやすくて良いメンバーじゃないか。わら。韓国も赤色が板についてきたな。知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。また、グッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで、新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。